ようこそ日本人とお菓子をやっています杉内ゆ香です本日のお題日本忍者いるのいないのどっちなの問題ですこれで、ね、これえリアル商業忍者はただいま基本いないですあでもエンターテインメント忍者はいます忍者体験とかね忍者村とかね 忍者を体験したりね忍者のことをね知ったりする施設はね日本にたくさんありますそうですね私今東京に住んでるんですけど東京だとあの浅草雷門があるね浅草にあります確かうんうんまあもしね忍者お好きな方いらっしゃいましたら日本忍者体験でねいるとかなり出てきますよ日本にはたくさんの忍者がいたみたいなんで出てくると思いますお好きな行かれる場所の忍者体験 して見てていいただければと思っています忍者が昔いた時代っていうのは昔だったんですけど、まあ、700年ぐらい前からそうですね、まあ、200年ぐらい前の期間にまあ存在したというねあの武士の時代にあまあ武士は表立って戦う人ですけどあの忍者はね忍んでいろいろ情報活動とかねあの夜間騎手とかね策略を立てるとかねそういうなんかこう暗闇に隠れていろ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 やるというねいうような感じの。 人々まああのしばらくねだから江戸時代っていう時代が終わった後にはその忍者という職業は一旦なくなったのかな、うんまあ、廃れていったと思うんですけど70年ぐらい前にその時代小説日本の時代小説とかでその忍者というものを取り上げられてそれによってなんか忍者っていうものが結構有名に日本とか海外に有名になっていったみたいです。 現在日本で日本人の感覚で忍者って言ったらあ忍者体験ねみたいな印象ですね体験何するかとこういうなんかね「ンとかあるんですよなん,かなんか「あの臨兵当社」とか、まあ、いろいろあるんですけどその陰をね結ぶ結び方とかそれの意味とかをレクチャーしてくれたりとかあとなんか手裏剣とかってあるんですけどそう手裏剣をなんか板に向かってこれバーで投げるとかねあの忍者いろいろ武器持ってるんですよその武器をね解説してくれたりとかね使,使ってままあまあ壁とかに向かってね危なくないようにちょっと使ってみたりとかねあの あとなんかこう謎解きじゃないけどそういうのも一緒にやったりとかね、なんか楽しいイベントいろいろやってるみたいです。もし忍者にご興味がある方いらっしゃいましたら体験していただけたらと思います。ただえ街中に歩いている忍者の格好をしている人はえ本物の忍者ではありません。それはもうコスプレか体験か。忍者そもそもあの暗闇に隠れて活動するので、あの明るい日の下であの格好でうろうろしていることはありません。 ということで本日はここまでチャンネル登録コメントなどなどいただけますと本当に嬉しいですありがとうございましたごきげん